はい、どうもこんにちは。源太郎チャンネルへようこそ。今日はですね、コンビニのお菓子紹介、引き続きやっていきます。4つ目ですね、やっていきたいと思います。はい、で今日はね、そう、チキンラーメンさ、3回連続、チキンラーメン系のお菓子を3回連続やったんですけど、で、まだチキンラーメンの、なんかね、なんか特殊なやつもあるんですよ。なんていうんですかね。珍しいやつ。珍しいお菓子が、お菓子というかカップラーメンとかがね、あったりするんですけど、ちょっとね、今日はね、もう、撮影時間が23時近くなっておりまして、ちょっとさすがに胃もたれしちゃうので、ちょっとやめといて、今日はね、こちらの商品紹介したいと思います。ギンビス食べっ子動物チーズ味ということでね、面白いですね。食べっ子動物でね、なんだっけ。うん。いつもはバター味じゃないですか。でも、これ、チーズ味なんですね。珍しいんですよ。で、これは、なんだろう。このキャラクターとかもなんかいつものと違うんじゃないかな。色合いがちょっと違うと思いますね。こんな感じの、多分復刻版になってて、色が違ってると思います。あと、キリンがいませんね、ここに。キリンが。うん、そういう違いもあるのかな。でも、優しい絵の感じになってますね。これで絵本作ったらいい感じだと思いますが。うん、可愛らしい動物が描いてます。まあ、この食べっ子動物はね、皆さんご存知、ね、このクッキーに英語が書かれてて、英語の勉強しながら、ね、単語を覚えながら食べれるんですね。でね、この商品ね、全部書いてくれてんだよ。ありがたいね。外国語教室。あ、これ中国語で書いてくれてる。で、ちょっと中国語のちょっと、なんていうの？勉強しながらやっていこうか。じゃあ、いただきたいと思います。はい、じゃあ、いただきたいと思います。このパッケージは普通だけど、これも可愛らしいよね。結構光ってて見えなくなっちゃうけど。はい、いただきたいと思います。ね、こんな感じ。うん。チーズ味どんな味だろう。楽しみだな。匂いはね、あの匂いですね。あのね、なんか北海道のさ、絵が描かれてるさ、こういうさ、チーズのなんか、スフレっていうの？北海道チーズパンみたいなのあるじゃないですか。あの香りがしますね。いただきたいと思います。まずは、ピジャン。ハトからいただきますね。おお、あ、これうまい。あ、これチェダーチーズだな。うん。チーズでもね、美味しいね、これ。あのね、香ばしさがすごいんですよ、このチーズ。うん。いいチーズの香りがすごい、いい香りがしますね。こんな感じです。はい。じゃあもうちょっといただきます。ピジョンは、英語で、ハトなんですけど、コーツっていうみたい。コーツ。合格の合に鳥って書いて、で、子供の子って書いて、コーツっていうの。はい、じゃあ、マリンダック。まあ、これはアヒルですね。マリンダック。マリンダック。あ、おしどりなんだ。おしどり。ユアンユエンっていうの。ユアンユエン。でもこれピンギン書いてないからさ、わかんないですね。ピンギンって発音の仕方とかさ、全部書いてくれてんだけどね。記号とかで表してんだけど、記号とかこういうね、成長マークが書いてあるんですけどね。うん、それ書いてないからちょっと発音難しいでできないですね。うん。うん、美味しい。あ、これいいですね。いつものと違って、美味しいわ。ホース。うまっ。ホースはまあだっけ。ホース。まあ、合ってます。まあ。フーセオ。フーセオ。フーセオってなんだろう。オットセイかな。フーセオ。オットセイ。ハイコーっていうみたい。海に、天狗みたいな感じ。獣編に天狗の感じですね。あ、でも、案外わからない単語いっぱいありますね。P4 はこれクジャクですかね、こういう形ですかね。P4 クジャク。コンチェってみたい。うん、おいしい。味変わんないんだけど、なんか、
いろいろこれ見ながら食べれるとやっぱり美味しいですよね。なんか楽しいですよね。うん。それは？あ、こっちか。スクエロ。ん？スクイーロ。ダメだな。スパル、スクイーロ。知らない。スクイーロってリスなんですね。リス縦型になってみて、僕の指の先の方が頭なんですかね。スクイーロ。うん、これ勉強になるね。しかも食べながらだしさ、これなんかいい感じですよ。お菓子として最高ですね。あ、またスクイーロー出てきたね。あ、またフルセオ。ダブルね。うん。かけらが出てきました。あ、P4。あれ結構ダブルな、これ。うん。あ、バット。バットかっこいいね。バットマンみたいな感じですね。かっこいい。バットマン。バット。コウモリですね。バットはコウモリ。ペンフォー。あ、これペンフォー知ってる。なんかね、虫編に、隔たるの右の方に、虫編に幅って書くんです。ペンフォーは。うん。レオパルド。これ日本語になってますね、レオパルド。うん。レパルド、レパルド、ヒョウ。パウツ、パウツって。うん。ちょっとこれ漢字難しいか。なんか、うん、難しいですね。マカオ。マカオって何？マカオ。インコ。インコだって。え？中国語もインコーって言うみたい。インコー。でもね、中国語ってね、カタカナで書いてもね、ほんと、発音で全然違いますからね。あの、まー、まーって高く伸ばすのがお母さん。うん。まー、まー、まー、まー。うん。まー、まー、まー、まー。あ、まあ、まあか。まあ、まあ、あ、ま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 あなんですよ。第4声まであって、この、馬っていうね、漢字でも、ね、お母さんになったりとか、いろいろ、発音の仕方で変わっちゃうんですよね。そこが中国語の難しいところなんですよね。で、漢字で同じ読み方みたいなの、同じ読み方？うん。あの、ピンインで全然の意味が違ったりとかね、そういうことでね、発音難しいんですよね。このジンビスって会社さ、なんか、お求めやすい価格で、うん、いろいろ、なんか子供に受けるお菓子いっぱい発売してていいですよね。アスパラガスとかね。うん。はい、そんな感じでございます。ね、食べっ子動物。もうこれおなじみ定番ですね。うん。チーズ、びっくり。美味しかったです。はい。まあ、よかったらね、見つけたらね、チーズ味ね、買ってみてください。はい。ということで、チャンネル登録、高評価、共有のほどよろしくお願いします。ということで、以上。